すまないジーク、俺がちゃんと見ていれば。お前のせいじゃない。シャーリーの状況が予想よりはるかに深刻だったというだけ。シャーリーの全身をくまなく検査したが、予断を許さない状況だ。いつ何時悪化してもおかしくない。セリーンの友人が手伝いに来てくれるそうだ。だが到着は早くても明日になる。そんなに長くは待てない。悪いが、もう一つ頼まれてくれないか。ある人物に会いに行ってほしい。その人なら妹を救えるかもしれない。アストラ島の北の海岸に今はもう使われていない実験室がある。そこに救援要請を届けてほしい。それとこの件はシェルターのみんなには黙っていてくれ。悪いが、その人物の正体は明かせない。こんなことを頼めるのはお前しかいないんだ。Thank you.
よっ。ほっ。はっ。
ここはずっと前に廃棄されたみたいだ。電子機器はまだ動いているのか。このデータはタイムルインズ。座標の位置はシェルターのあたりか。誰かの家に行くとき、いるかどうかをまず確かめた方がいい。すまない、伝言を預かってきただけで、見るつもりじゃ。それで、何をしに来た？ジークの妹が重傷を負ってしまったから助けてもらえないかと。それはこっちで処理する。他に用がないなら早く立ち去れ。本当に助けてくれるのかな。Take it!